君がもし誰かに復讐をするとしたらどんな方法を取るかな。遡ることおよそ3年前の2020年1月30日、インドウッタルプラデーシュ州モハマダバード。この日、町のとある家で1歳になる娘の誕生日パーティーが開かれようとしていた。主催するのは娘の父、サブハッシュ・バサム。彼は自ら近所の子供に声をかけて回っていた。今日、娘のクスムの誕生日会があるんだ。君も来てくれないか。ごちそうもあるよ。そう言われた子供たちは目を輝かせ、彼の家へと向かったんだ。そんな子供たちを家で優しく出迎えたのは、サブハッシュの妻、ルビー。みんなよく来たわね。さあさあ入って。こうして家の中に通された子供たち。しかしこの直後、場の空気は一変する。玄関に鍵をかけ、ゆっくりと振り返るサブハッシュ。その口元には邪悪な笑みが浮かべられている。おじさん、どうしたの？ただならぬ様子に思わず質問を投げかける子供。するとサブハッシュはこう答えたんだ。バカなガキどもだ、お前らはもう生きては帰れないぞ。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。おそす、ケンちゃんです。ケミミコです。アルゴメトリーの姉妹チャンネルアルゴ X では、世界中の事件や歴史を深掘りしていきたいと思います。それでは早速ルナを呼んでいきたいと思います。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回ご紹介するのは、近所の子供たちを家に誘い込み立てこもり事件を起こした男、サブハッシュ・バサムについて。彼はある目的のためにこの行動を起こし、そして事件は最悪の結末を迎えてしまうんだ。地獄の誕生日パーティー。遡ること3年前の2020年1月30日、インドウッタルプラデーシュ州モハマダバード。この地区で暮らす5歳の少女オニカは朝からご機嫌な様子だった。なぜならこの日は近所に住むバサムという家で1歳になる娘クスムの誕生日パーティーが開かれることになっていたんだ。オニカも他の子供たちと一緒に招待されており、どんなパーティーになるのか今から楽しみで仕方がなかった。パパ、もう時間だわ。それじゃあ行ってくるね。オニカの父ダシャは急いで家から出ようとする娘の背中に声をかけた。遅くなる前に帰ってくるんだよ。いいね。精一杯おめかしして出かける娘を父は優しく見送った。それから数時間後、あたりが暗くなってきたというのに、オニカはまだ家に戻っていなかった。少し遅いな。家まで迎えに行くかな。ダシャは誕生日パーティーが開かれているバサム家を訪問することにしたんだ。この時点で多少嫌な予感がしていたダシャ。しかし現実は彼の想像をはるかに上回る最悪の事態となっていた。サブハッシュ、娘が帰らないんだが、いないのか？ダシャはドアを何度も叩いたが返事はなく、鍵も中から施錠されているようだった。そればかりではない。窓は全て完全に閉められ、中の様子が外から見えないようにテープが貼られていたんだ。この頃には誕生日パーティーに参加していた他の子供の保護者も駆けつけ、辺りは騒然となっていた。一体この家の中で何が行われているのだろうか。そして自分の子供は無事なのだろうか。そんな心配をしていた保護者たちは、ついに玄関のドアを無理やりこじ開けようと試みる。何度も何度も強い衝撃をドアに与え、施錠が外れるのは時間の問題と思われた。その時、明らかに銃声と思われる音が家の中から聞こえたんだ。まるで外にいる保護者たちを威嚇するかのように立て続けに鳴り響く銃声。そしてその音に続けて聞こえてきたのは子供たちの悲鳴。中には間違いなく子供たちがいる。しかも最悪なことに銃を持った男と一緒に。ダシャは混乱しつつもすぐさま警察へと通報した。ダシャをはじめ子供をパーティーに参加させた親たちは、ここで初めて不測の事態が起こっていることを確信したんだ。果たして警察は無事に子供たちを救出できるのだろうか。子供を救出せよ。通報から10分後、すぐさま地元警察はバサム家を包囲。そのことに感づいたのか、ここに来てようやく家の主サブハッシュが窓から顔を出す。彼の手には銃が握られており、その銃口はダシャの娘オニカの頭に突きつけられていた。お前ら変な真似をしてみろ。この子の命がないぞ。この時サブハッシュの声は興奮で上ずっており、目は血走っていた。
やめろ。娘だけはどうか。ダシャはサブハッシュを刺激しないよう震える声で必死に懇願。そんなうろたえる親たちの様子を見てサブハッシュは満足げな表情を浮かべていた。続けて彼はこんな要求をしている。子供の命が惜しけりゃ金を持ってこい。そうだな、一人につき1000万ルピーだ。これは日本円にしておよそ1500万という大金にあたる額なんだ。しかし後にわかることだが、サブハッシュの目的は身代金などという単純なものではなかった。事件発生からおよそ10時間が経過した午前3時、依然として外から家の中の様子はうかがい知れない。そのため警察は人質の人数すらもはっきりとは分からず、迂闊に手を出せなかった。しかし駆けつけた保護者の数からしても10人を超えている子供が囚われているのは間違いなさそうだったんだ。警察がこの数時間で手に入れた情報によると、中にいる男はサブハッシュ・バサム。なんとこの男は現在保釈中の殺人犯。数年前に地元の青年を殴り殺している過去があったんだ。子供を人質にとってどうなる。お前にだって幼い子供がいるんだろう。警察がいくら情に訴えかけてみても犯人は顔色一つ変えなかった。犯人はすでに正常な判断能力が失われている。そのためいつ子供に犠牲が出てもおかしくない。そう判断した現場の指揮官はついにバサム家に機動隊を突入させることにしたんだ。時刻は午前3時過ぎ。保護者、ヤジウマ、マスコミらが見守る中、家の周囲を囲むように配置される機動隊員。娘オニカの身を案ずるダシャはもはや神に祈ることしかできなかった。どうかオニカを、あの子をお救いください。そして運命の時は訪れる。今だ、突入しろ。その合図と同時に玄関のドアと窓は蹴破られ、機動隊員たちは家の中へとなだれ込む。実はこの時犯人であるサブハッシュも長い緊張状態が続いていたため、かなりの疲労があった。そのため機動隊員の接近を許してしまう。くそ。サブハッシュは最も近くにいた子供オニカに手を伸ばし銃を突きつけようとした。来るな、この子を。サブハッシュがそう言い終わる前に機動隊はサブハッシュに向けて発砲。銃弾は確かに男を撃ち抜いていた。そして人質になっていた子供たちは施錠が壊された玄関から走って脱出。救出された子供の数はなんと23人にも上ったんだ。人質に取られていた子供たちは全員大きな怪我もなく無事だった。また誕生日会の主役でもあったサブハッシュの娘1歳のクスムも警察によって保護されている。犯人のサブハッシュは数箇所を撃たれて間もなく死亡。こうして小さな町で起こった立てこもり事件は犯人死亡で幕を下ろしたかに見えたんだ。人質となった子供の中には生後6ヶ月の赤ん坊も含まれていたというから、とても子を持つ父親が起こした事件とは思えないね。となれば気になってくるのはその動機だろう。彼がこんな事件を起こした原因、それは彼の過去と深い関係があったんだ。復讐の火種。サブハッシュ・バサムは以前から物事をシンプルに考える男だった。気に入らない奴がいたら殴ればいい。そんな考えを持っていたからこそ治安があまり良くないこの土地でもやっていけていたんだ。当然トラブルに発展することも多く生傷が絶えなかったという。ある日サブハッシュはいつものように些細なことで近隣住民と殴り合いの喧嘩をしていた。しかしこの時はお互いにとって運が悪かった。喧嘩した相手の打ち所が悪く死なせてしまったんだ。間もなくサブハッシュは殺人罪で逮捕。冗談じゃねえぞ、俺は殺すつもりなんてなかったのに。自業自得としか思われないが、彼の心の内は違っていたんだ。喧嘩を見ていた連中が俺に不利な証言をしたからこんなことになったんだ。絶対に許さねえ。全くの逆恨みとしか思えないが、彼は周りの住民からはめられたと感じていたんだ。サブハッシュは保釈後、妻となる女性ルビーと出会い結ばれている。娘のクスムも生まれ、家庭を持ったことで一時的な平穏を手に入れたサブハッシュ。しかしここでもまた復讐の火種が生まれてしまうんだ。それは近隣住民から妻ルビーとの結婚を咎められたことに始まる。サブハッシュ、お前はなんであんな女と結婚したんだ。あんな女、どういう意味だ。サブハッシュは最初相手の言っている意味が全くわからなかった。するとその住民は続けてこう言ったんだ。だってそうだろ、あの女はカーストの最下層ダリットなんだぞ。
妻ルビーがダリットと呼ばれる身分に属していたことで夫婦はバカにされていたんだ。それではここで本日のメトラーキーワード、カースト制度とダリットについて。ダリットとはヒンドゥー教における身分制度であるカーストの中で最も低い地位に置かれた人々のこと。厳密に言えばカーストの中にも入れてもらえず、アウトカーストという場合もある。彼らは生まれながらにして様々な差別を受けているんだ。ダリットは汚れていると考えられており、上位身分の人に触れることも許されない。また職業選択の自由がなく、不浄とされる職にしか就くことができないんだ。そして女性の場合、性犯罪の被害に遭うことが多く、国際社会から非難を受けている。ダリットの女性と結婚したことで周りから蔑まれるようになったサブハッシュ。彼の中で復讐の炎は日に日に大きくなっていったんだ。ではどうやったら奴らを苦しめることができるんだ？そんなことを考えていたサブハッシュの目に映っていたのは最愛の娘クスムだった。皮肉にも幼い娘の愛らしい姿が彼に悪魔的な発想をもたらしたんだ。そうだ、あいつらの一番大切なものを奪えばいい。それは子供だ。こうして思いついたのが、娘の誕生パーティーで子供を誘い込むという計画だった。そしてその計画を進めるにあたって協力者に選ばれたのが妻ルビーだったんだ。さて、夫のサブハッシュは射殺されてしまったわけだが、共犯者である妻ルビーはどこに行ってしまったのだろうね。実はこの事件にはまだ続きがあったんだ。2つ目の事件。パパ、怖かったよ。鬼か、無事でよかった。事件が解決した直後、ダシャは娘の姿を見つけると駆け寄って強く抱きしめた。他の子供たちも親と抱き合い、皆同じように涙を流して喜んだ。娘の無事を確かめたことで安堵するダシャ。しかし一方で彼の心の中に別の感情がふつふつと湧き上がってきたんだ。よくもうちの娘をこんな目に遭わせてくれたな。その強い怒りの感情は周りの親たちにもたちまち広がってしまう。そしてその矛先は犯人の妻ルビーへ向けられていったんだ。あの汚れた女を見つけろ。暴徒と化した保護者たちはバサ向けになだれ込み、家具を破壊しながらサブハッシュの妻ルビーを探し始めたんだ。そうこうしているうちに近隣住民の一人が戸棚の中で息を殺して隠れていたルビーを発見。そしてルビーは髪をつかまれ家の外まで引きずり出されたんだ。お願い、許して。夫が勝手にやったことなの。彼女は周囲に対して必死に懇願するが、怒りに満ちた人間たちにその言葉は届かない。そしてダシャはさっき拾ったレンガをルビーに向かって投げつける。レンガは彼女の額に当たり血が伝う。これが合図となり、保護者たちは集団でルビーに殴る蹴るの暴行を加えたんだ。この時暴行に加わったのは保護者だけでなく、見学に来ていた野獣馬も含まれていたという。その人数はなんと300人。大勢の人間が寄ってたかって一人の女性を暴行する光景は地獄としか言いようがない。そしてこの蛮行を止めようとする者は誰一人としていなかったんだ。この暴力に加担したのはごく普通の一般市民たちだった。しかし集団心理が働き、暴行という悪行をも正当化してしまったのだろう。警察が騒動に気づき辞めさせた時にはもう手遅れだった。ルビーはすぐさま病院に搬送され懸命な治療が施されたが、数時間後に死亡している。そして驚くべきことに、近隣住民がルビー殺害に関与しているのは明らかだったにもかかわらず、この件で裁かれた者は誰一人いなかった。なぜ彼らは罪に問われなかったのか。その理由はいくつか考えられるものの、被害者であるルビーがダリットだったことと無関係ではないだろう。なぜならダリットへの犯罪は警察から見逃される傾向があるからだ。実はダリットに対する差別は1950年に制定されたインド憲法によって禁止されている。しかしインド国内においてダリットへの差別は依然として根深く残っているのが現状だ。罪のない子供を監禁したサブハッシュと妻ルビーも、感情のままに一人の女性を死刑にした住民たちも、そのどちらもが法の下平等に裁かれるべきだと俺は思うよ。何よりサブハッシュとルビーの娘クスムが不憫でならない。クスムは今事件に関与した人々と接触しないよう遠く離れた地で生きていると言われている。彼女は今後どんな人生を歩んでいくのだろうか。